面白いじゃないね。どうも皆さんこんばんは。こんばんは。ドープレウトラ。このバンドは2000年代クリムゾンのはずだったんですが、そこにいるね、あのギターのちょっとなんかウーパールーパーみたいな顔したやつが、練習計何時間？計6時間半ぐらいブッチして、レベル5っていう、まあ、2000年代ヌーボキのね、クリムゾンの一番難曲やる予定だったんですが、やれなくなり、まあ、俺もできなかったと思う。時間が短かった。じゃあ逆に良かった。そうだな。岡田ありがとう。ありがとう。お金いっぱい払ってくれて。そういうあれはというね感じです。まあ、一応2000年代の曲からプロザックブルースと、あと次長いです。ハッピーウィズ What You Have To Be Happy With っていうね、やったら長ったらしいくせに日本の題がしょうがないっていうんですよね。ロバート・フリップのセンスはちょっと よくわかんないなって思って。で、まあ、ヌーボメタルっていうのは、まあ、これロバート・フリップさんの造語で、まあ、ヌーボってフランス語なんですよ。本当フランス語だったらレ・メタル・ヌーフって言わなきゃいけないのをヌーボメタルって適当に言ってね、まあ、こいつとやってるハードオナニーメタルオルガズムと同じなんですけど、あれもドイツ語入ってるんで、はい、そういうのはやめようか、うん、恥ずかしいな。とりあえず最初がプロザック・ブルース、これは、コンストラクション・オブ・ライトという、あの太陽と旋律パート4っていう、まあ、これもクソむずい曲なんですけど、これ入ってるアルバムの1曲目ですね。ライブ版だとね、まあ、フリップさん、フリース、あ、エドリアン・ブリューさんがなんかよくわかんないことしてるんですけど、まあ、僕はそんなブリューほど変な人じゃないんで、今日ピンク色のスーツ着ていく予定だったんですけど、まあ、予算がなかったんでね、仕方なくということです。というわけでね、お聴きください。まあ、僕プロザックブルースカラオケですけどね。まあね、やろうか。まあ、僕がずれたらそれはアレンジ。そういうことだな。ちょっと通るかな。アレンジ。
Prozac, Prozac.